はい、皆様どうもこんにちは。こんにちは。白熱フットボールタクティックスチャンネルへようこそ。第4回目のパート2と後半戦の配信でございます。今日もナビゲーターはタカと、最近カレーうどんにハマった中です。カレーうどんにハマってるそうです。カレーうどんに入ってるネギが美味しいです。なるほどね。まあしっとりしますからね。しっとりしてます。はい、さて今日後半戦はちょっとデータを持ち寄ってきました。レイスルの勝ちパターン、そして見えてきた来シーズンへの課題ということで、サクッと話していきたいと思います。サクッと素晴らしい。では行きましょう。お願いします。はい、2020年シーズン後半戦の総括ということでザザッと書きました。ザザッと。まあ特筆すべきはコロナクラスター発生でしょう。いやあれちょっとまあ残念だったね。改めてコロナの怖さを痛感した1ヶ月間の活動停止というのは、まあ正直言いたくないですけど言わなきゃいけないなと思います。まあ大きかったですよね。でまあ最後の腕試しでした。まあ優勝も決まってたんですけど、まあ、川崎戦で結構いろんなものが見えたかなと。でまあ、まさにチームとしての課題が見えた試合だったなと思っていて、チームとしての、まあ、勝ちパターンが何で、でまあ、先制点の重要性っていつも言ってますけど、私の中ではもう少し追加点の方が重要なんじゃないかなと思ってます。ちょっとその辺のデータも後で。よろしくお願いします。で、まあ、川崎の後の、まあ、FC 東京 の、 あのルヴァンの決勝でもありましたけど、ブロックを作った相手を崩せないシーズン通じた課題、その辺もちょっとデータに表れてるんで、まあ、ちょっと見ていきたいなと思います。見たいですね。で、まあ、総力戦だった2020年シーズン目標達成はできませんでしたが、まあ、その中で何を得たのかというところもちょっと話していきたいなというふうに思ってます。やっぱ前向きに終わりたいですもんね。そうです。そんな感じの話をしていきますので、ぜひ。イエイ。後半戦のスコア一覧を並べてみました。18節から34節、でこの左側のポチッと書いてある矢印のところがコロナの中断期間でした。あ、この10月31と11月の、ね、そう1ヶ月ぐらい空いちゃったかなと。あ、いやでもね、コロナで中断してね、すぐトスと戦ってやってましたね。いやあれ結構厳しい、ボロボロでしたもんね。あれ練習もロクスポできなくてさ、まあでも日程上仕方ないんでしょうけどね。そうです、まあ、このタイトな日程でちゃんと運営しきった J リーグもすごいですよ。まあだから 1,2 で収まったのはまあ頑張った、まあ頑張った方ですよ。まあちょっととはいえコロナ最近、今収録してるのが1月13日ですけど、まあちょっとまずい状況なので、これからの感染事情もどうなるかっていうのは、まあ正直ね、あの早く日立大行きたいですね。もう行ってね、声上げたいんですよ。ちゃんと歌いってね、気持ち伝えたいんですよね。今は手拍子だけでしたっけ。今はね、そう手拍子だけ、ね、ですよね。まあちょっと気持ち乗せるの難しいですよね。難しい、やっぱ声出したいよね。やっぱ特にこの前のあのルヴァンの決勝なんかね、ちょっと声出して応援したいなって人もいたんじゃないですかね、きっと。多分たくさんいたと思うな。まあとはいえちょっとなかなか厳しい状況で、しばらくはテレビの前の観戦が続くと思うんですが、少しでもテレビの中で、中じゃない、外か、テレビの方から騒いでください。まあ、テレビの、ね、中入れたら、ね、俺も入りたい。俺も一緒にプレイしたい。テレビの中から騒いでもいいんですけどね、入れれば。まあいいや。はい、ということで後半戦のスコアというか合計は7勝6敗4分けで、前半戦よりちょっと悪かったかなと。そうだね、ちょっとね低いね勝ち点、ね、でシーズン合計は15勝12敗7分けの勝ち点52、7位と。したくないね、そうですね、10敗しちゃうとちょっとね、注意に沈みますよね。そこはまあ正直あったので、まあ、いかにこう負けを少なくして勝ち切る試合を増やすかというところが、まあ今シーズンの課題だったかなと思います。そうだね。さて右側のチーム内ランキングに見ていきたいと思うんですが、はいはい、得点はオルンガが1位28ゴール。こうやって見てもやっぱすごいですね。すごいですよね。江坂もだいぶ頑張りました。頑張りました。ただ3位の4点ってどうなのっていうのがありますね。まあ仲間も小屋もよくフィットしたし、クリスティアーノも戻ってきて、たくさん走ってましたし、まあ、仲間の初ゴールは泣きましたよね。泣きましたね、湘南戦ね。そうですよ、胸トラからのボレーシュート、ガッツポーズなんかバシーンやってましたからね。おたきり上げてました、ライオンキングかと思って。
まあ、感動したけど、ちょっとやっぱね、もうちょっと欲しいかな。そうですね、まあせめて8点ぐらいは取って欲しかったな、3位だったらっていうのはあるかなと。まあオルンが取りすぎ説はあるけどね。ある、そうですね、うん、そうですね、はい。でアシストは1位江坂の10、2位クリスティアーノの7、3位三原の6と。三原の6が意外です、ね、うん、そうですよね。ここに三原来るんです、うんうん、まあ、クリスティアーノも怪我してたとはいえ7取ってますから、うん、そうね、うん。で出場時間については、まあ、古賀太陽が1位、うん、まあ、2位3位オルンガ江坂と。いや古賀君頑張ったね。頑張った、うん、シーズン通して高いパフォーマンスだったかなと、うんうん、思ってますね、うん、はい。でちょっと皆さんにお伝えしたいのが右側の勝率データのところですね。データですね、うん、これまあ結構先制点重要って言ってたんですけど、うん、先制点取ったとしても勝った試合って7割いかないんですよ。案外いかないもんなん、ね、そうなんですよ。逆に負けたり引き分け、要は先制しても3割は落としてるわけですよね。このあれですか、敗戦4試合 19%、 引き分け3試合14、まあ足して確かに 30%、 ね、30%ちょっとの試合落としちゃうんですよ。逆にそういう意味で言うと、うん、ちゃんと追加点取れた試合は、うん、勝率が 90% に上るんですね。ああ10試合ね。そう、うん、まあ、ひとえにちゃんと2点目取ったらレイソルのあのやりたいサッカーができると、ちゃんとこうブロックを作って縦に速いカウンターで、うん、むしろあの2点取った試合ってもっと3点4点取る試合多かったりするんですよ。確かに押せ押せの試合多かったですね。そう、それはもう一重にちゃんと2点差つけてやりたいサッカーができたというところに、うん、この10という 91% という数値が現れてるんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、逆にネガティブな方に目を向けてみると、うん、はい、先制点取られた試合って軒並み勝てないんですよ、うん、いや赤字で書いてあります。 80% 負けると。これはやっぱり引かれちゃうからですか。そうなんですよ、おっしゃる通りで、1点取られたらやっぱ引かれるケースが多くて、引かれちゃうと軒並み崩せないっていう、この前も話しましたけど FC 東京とルヴァンカップでしょうね。やっぱそれがシーズン通してあったんですよね。だって先制点取られたの敗戦8試合 80% ってあるじゃない、うん、さっき見た先制した試合の結果勝利 67% ってあるじゃない。ある。やっぱり先制点取られたのめっぽう弱いんだね。めっぽう弱いですよ。うん、だからこれがもうシーズン通したレイソルの課題でした。なるほど。先制点取って追加点取れば勝てるけど、うん、逆に先制点取られると勝てないと、うん、ねえ。でもこれなんかあれですよね、 FC 東京の、 あの戦術解説の時も言ったかもしれないですけど、うん、なんかずっと言ってませんこの課題。言ってる。あの引かれたら勝てない。いやまあ他のチームも難しいですよ引かれたら。うん、いつになったらこじ開けれるんですかね。これ結構難しいと思うんですよ。でも逆に言うと海外サッカーなんてね、あのバルサとかレアルとかなんてどっぷり引かれますから。いや確かにあんだけパス回してるバルサ、あんだけ引かれてるのなんで点がポコスが入るか。ポコスが入るんで必ず優勝するじゃないですか。ちょっと見てみたいね。確かにいつかそんななんか海外のビッグクラブのサッカーを紐解いてみるなんてのも面白いかもしれないですね。やばい、ちょっと夢が膨らみまた、はい、戻ってきましょう、まあ、そんな勝率のデータでございました。僕、まあ、だけ気になるのはね、個人的にほうほう、やっぱり、ね、カード多かったと思うのよ。そうですよね、まあ、結構玉際はねしっかりいくチームなんで。そうね、うん、まあ、警告がねやっぱね、飛車がね、飛車ルジソン、飛車ルジソン、あの J リーグ、J1 トップですよ、警告数。警告数トップ。で、あの、チーム合計もね、なんとトップ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。チームとして一番ファウルしてると。一番ファウルしちゃってるんですよ。一番ね、乱暴。まあ、いいことではあるんですけどね。暴れん坊チームでした。うんうん。まあ、確かになんか、シーズン通して、レッドカードも何回か見た記憶ありますね。見ましたよ。ちらほら。だって、負ける試合、必ずクリスティアーノが腹心に向かって叫んでる。ライン際であの FC 東京様でもなんかありましたね。腹心に向かってなんかぐんがうわーって言ったやつ。すごい言ってました。なんでカードあれ出ないんだろうって思って見てたんですけど。あれでそう、唾かけられてももう微動だりしない。腹心もすごかったですけど。そうですよ。ライオン動物園の檻の目の前でなんか吠えられたぐらい。ライオンキングの話みたいな、さっきの。ライオンキングですよ。はい。まあそんな勝率データと、まあちょっとレイソルの警告の多さなんてのもあったりしたようです。うんうんうん。でまあ、2020年総括というところで下に良かったことと悪かったことをまとめました、うんう
良かったところは、まあ、目標未達でしたけど、チーム全体としてこのコロナの情勢の中で総力戦で戦えるチームがちゃんとできたかなと思いました。まあ、確かになんか交代選手に期待ができるメンバーだったね、うん、仲間とか神谷とか小屋とか誰が出ても戦えるっていうチームだったかなとは思います。で、まあ、そういう新加入選手がしっかりとチームの戦術を理解してチームのケミストリーとして化学反応を起こしていったというところも、まあ、来季にはつながる補強だったし、チームとしての基盤ができた、そこはまあ本当に良かったかなと思います。まあ、確かにね、大谷含めたベテラン層、ね、そう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 、新しく入ってきた新戦力がね、ちゃんと一緒になって点取ることができた、ね、そうそれは大きかったかもしれないね。はい。で、まあ、ちょっと悪かったところはもうずっと言ってますけど、引かれた相手を崩せない攻撃ソリューションがないっていうところですよね。まあ、かつ来年はオルンガの移籍がもう公式発表されましたけど、それもあるので、どういうね攻撃の組み合わせを作ってくるかっていうところもネルシニョ監督の手腕が問われる。まあ、基本カウンター型のサッカーだとこうなるでしょうけど、ですよね、もうピースあると強いですよね。勝つためのもう一つ補うべきピースを、ドリブラーなのか、ね、ちょっとなんか裏抜けるのが上手い選手なのか、分かんないですけど、ちょこちょこ移籍情報なんかも入ってきてますけど、ちょっと来年以降のこのチームの期待値にもなりますよね、新しい戦力。もう常に試合見てたらワクワクするっていうね、何が起こるか分かんないみたいなね、そういうサッカーね、やっぱもうワンピースあるとね、できるんじゃないかなと思う、ね、そうですね、まあ、開幕が2月の末なので、もうなんだかんだ1ヶ月ちょっとですけど、もうすぐだね。もうすぐですよ。もうすぐですよ。逆に楽しみですけどね。いや、なんかあれだね。今ちょっと心臓ドキドキしちゃった。そう。なんかちょっと温まってきちゃった。こんな寒いのに。おっしゃる通りです。さて、まあ2020年そんな感じでしたけど、2021年はこの必要なピースを補って新しいチームを作ってほしいなと期待をしたいと思います。新生柏レイソルでもう J1 勝ち取りましょう。勝ち取りましょう。2021年も乞うご期待ということで。期待してみましょう。では次回。バイバーイ。